ブイ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 ビャーするわけねえだろこんなんでメンバーシップ入ってくれる方は絶対頭おかしいと思う今日のオープニングはですね、実はリクエストなんですよ。高校1年生の16歳の方とお話しする機会があって、でその時にね、バイクのモノマネをしてくれませんかって言われたんだけど、まあ、そこまではいいのよ。そこまではよくって、その方僕と話した時に泣いてしまったんだよね。うわー、ピオキングさんと話せたみたいな。だから僕はその涙に応じてこのオープニングを始めました。何綺麗に締めてんだよまあその話は置いちゃって、今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、エストロールザレイテストショーマンシャープ LTTC ということで、最新の興行師ということでしょうか。シャープ LTTC っていうのは分かんないんだけど、まあこのコースが最新のギミックを使ったコースであることは間違いなさそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.79% で、今回のトロールコース、ユートさんっていう日本人の方が作られてるんですけど、この方マジですごいのよ、トロールコースの制作力が。だから今回期待大だね。で LTTC ってマジで何なんだろうね。リトルトロール TikTok バカ丸出しじゃあこの最初パワーブロックをいや叩けないよな。開幕青に、いいねいいね、久しぶりにユートさんのコースで僕テンションぶち上げマックスギリギリキングダムだよ。じゃあ右上の隙間すげえ怪しい、あっちの隙間一旦ジャンプしてみようか。何もない。ということはこの砲台に近づけば何かあるんだよ。そしてオンオフすると思ったらマリーの人生オフ状態。ブロスの出るタイミングがまだ分かってない。砲台が壊れた瞬間にジャンプしてみるか。ここだなんか今きったね、猫いなかった。じゃあさ、砲台が壊れた瞬間に右にダッシュして土管の方に乗る。これがあたしとメットの指ハート。もう何してくるか分かってんだ。ここで一旦左に行く、そしてメットをかわしつつ土管に乗る。これで左上の土管に行けるっていう感じだね。まあエストロールっていうぐらいだからそんなに長くないと思うっていうか、ヒントか。まあまあまあ、まだ序の口だからね。そしていや、でもさ、ちくわブロックとかなくなかった？ちくわブロックは右上にあんのね。わかるかそんなの。しかも今のボム兵は何、さっきおらんかったくない？僕はボム兵にやられたいと思います。見ててみんな、ここで右ダッシュしてボムちゃん。無駄なことをするのはやめろ、ピオキング。最近お前の動画は長くなってるぞ。だから少しでも短くするために最小限に抑えようじゃない入れちゃうと今さ、尺を最小限に抑えるって言ったばかりじゃんか。じゃあここでちゃんと右を進化して入っていく。いやちょっと難しいんだよね、あそこ入るのが。ナイスチェックポイント1。本当にチェックポイント1、早くない？ナイス、ありがとう。本当に今日短いかもしんないね。そしてゲットキー、この辺にキーとか隠してないかなまああるわけねえだろ、さっさ行けじゃあここはドスがいるね。そしてパワーブロックが降ってきました。このオンオフは何だろうなるほどね。あ、でもこれ上から行けるんじゃない？みんな見てて、僕は上から行ってみせたいと思います。みんな勘違いしないでほしい、僕本当に尺をめちゃめちゃ短くしようとしてるんだよこれでもマジで本当にそうしてるんだから、カットする時とかさ。っていうかそれは僕思ったんだけど、ここオンオフするじゃん、この土管に戻れるんだよね。このバラでうまいこと隠してるの、このオンオフブロックをさ。だからこの土管に戻るのが実は正解みたいな。この生ゴミが、まあそう簡単に進ませてくれるわけないよな。いやでもさ、戻って鍵は手に入れれるっていうパターンあるじゃん。じゃあここは四角の枠に行かない、絶対何か降ってくる、分かってんだ。魚お前は来るな、パフォーヤシ。なんかさ、ドッスンの裏に雲があったんだよな。あの雲の上乗ってみる。この雲の上に乗ればなんかあるみたいな。あ、別に何もないのか。一時待機場所っていうことなんじゃない。そしてこの土管に入っていく。さあ次の場所は鍵を持ってこ、これで終わり？いやでも無理だよな。だってさ、あそこ戻っても生ゴミがいるだけでしょ生ゴミって言い方、いやー、鍵手に入れるのめっちゃ早いな。あの鍵の場所ゴールなんじゃない？じゃあここは一旦左に逃げておこうか。あはは、なるほどね、全然ダメじゃねえか。ここ絶対右下も隠しブロックあると思うよ。でここマジ行き方が分かんないんだけど、一番右下に追ってみる、ここでジャンプするみたいな。いや降ってこないよな。じゃあここでジャンプして一番右下、オッケー。そしてこのクリームを踏んでいけた。なんでよ。最近思うんだけど、トロールコースのやりすぎのせいか、罠に引っかかった時の反応がめちゃめちゃ速くなってる
だから早くない、ここでもう何年もって言ってる自分がさ、こんな慣れ方していいのか。じゃあここの鍵扉のための鍵であったのね。さあ次はチェックポイントに。ありがとう、無事にチェックポイントに取れました。今日はさ、チェックポイント前のなんか敵の罠っていうのはなさそうだね。ここは踏んでいいのか。普通に何もない。オッケーオッケー、魚、そんなの分かってんだ。それは分からないよ。ジャンプして一旦魚を避ける。そしてここで踏んですぐ右に行けばよかった。あーなるほどね、下に行けばよかったのか。そしてここは上と下どっちだい。2分の1、今日は成功させるよ。下からだ、魚ー。2回目はまさか出てくると思わなかった。じゃあここも下からだ、それでいい。あ、ここは普通に上行かせてくれるんだね。天国までな。2個目がまだ分かってないよ。踏んで一体何もしない。あ、分かった分かった、踏んで左逃げればいいのか。そしてここ魚が出てくるのかい。どけー、あっちー。なるほどね、トゥアン、もう全てお見通しでないぞ。ここは砲台を抜けていく。そしてこの先は土管があるけどドアだね。ふざけるな、そろそろ真面目にやれ。もうチェックポイント2を取った後だけど、ちゃんとやるのが遅いんだよ。そして砲台とプラパとマネーが出てきたね。絶対普通に踏んだらいけないと思う。だから一旦左に逃げてみる。いや分かってんだよマネー、そんなことは。僕が今までどんくらいマネーに引っかかったと思ってんの。危ないね花も。そして三択、三択は無理だよ。矢印を信用してみようか。頼む、こんなの3分の0じゃんか。そういうことをするんだね、ゆうとさんで。じゃあここは上にジャンプしてまた、あー間違えた。なんかさ、もうゴール近そうだよね。たださ、スタート位置にも鍵扉があったから、あそこに戻すとかそんなか。あぶねー、成敗されてないでござるよ。成敗されたでござる。やっほー。え、一番上なんでやられたんだろうね。それがマジわかんないんだよな。ここで一旦待機してみる。うわ、なんもないな。ジャンプしていい？ジャンプして右行ってみる。あ、これでいいんだね。わかるか。皆さんお待たせしました。すぐにゴールしてみせましょう。じゃあここで上に行ってすぐにジャンプしていく。そしたら右に進めてゴールということですね。じゃあいや短かったけど、すごく丁寧な作り込みで楽しませていただきました。どうもありがとうございます。そんでこれ短かったらさ、相当前に撮ったまだ動画化してないコースがあるんだよね。それを編集してつなげていきたいと思います。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、もっと吹っ飛ばされる坂、ワイドスプリングスロープ2ということで、このコースはですね、みんな大好き大量のバレコースなんですよ。なんてかさ、僕とバネの相性いいですよねって結構コメントくるんだけど、なんなんだそのコメントは。そんなに僕がバネに苦しむ様子が見たいのかみんな。ただこのコースちょっとクリア率高めなんだよな。大量のバネコースってあんまり数がないのよ。多分アイデアとか出すのも難しいんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.23%。で、このコースの詳しく見るを見てみたらさ、バネが階段状に設置されてて、そしてね、レールがあったんだけど高速に動く。このレール動かないんだな。え、これ普通に乗っていけばいいだけじゃないの。いや違う、それは今求めてないから。え、なんかすごいよなこれ。そしてさ、ちょっと待って待って待って、真面目にやっていこう。そしてここはゆっくりちょっとずつ動いていく。あーなるほどね、途中まで登ったら動くのか。いやー面白い面白い。そしてね、これちょっと滑るんだよね、わかる。夜ステージだから結構滑るので、この辺で動く。頼むってまでもそんなに上手くなって。いやー面白いよ。まだ来んのね、これを登っていけってか。くもう強え、このマジ強え。何見てんだ左のバディは。よし、お遊びはここまでにしようじゃないか。クリア率が 3% っていうのは僕にとっちゃ全然ぬるいと思うんですよ。まあ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 。いや違うんだって、もうお腹痛いわ僕、腹筋割れそうだよこのコースやってたらさ。いやちゃんと乗っていこう。ここはこのバネに、いや左に一旦乗ってみる。左なんでこのコースめっちゃむずけ。クリア率 3% とは思えない、ほんと難しさ。ここは一旦ジャンプして、このバネがマジで強すぎるんだよな、この途中のバネがさ。もうやめれよ。もうバネ怒るよそろそろ僕。うめー。
すいません、今日の実況めちゃめちゃですよね。初見さんの方いたらあんまり勘違いしないでほしいかな。いつもの僕はもうちょっとクールでかっこいいような実況してってるから、今日だけだよこんなわけわかんないやつは。このバレマジでつえ。よっしゃ抜けた。そしてここも抜けていく、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 抜けていく。このバレどもが。よし、そろそろ落ち着いてガチでやっていこうか。このコースの攻略法はこのバネの下に降りないこと。そうすれば簡単に右側に渡れるんだ。さあ来たね、ゴールが見えた。あのゴール絶対ものにするよ。いやちょっと難しくないか、一マスに入るって感じでしょ。ここだー。左があんのか。なるほどね、左に抜ければよかったのか。てっきりさ、あの一マスのところを入らなくちゃいけないと思って、相当むずけえやんとか思ってしまったんだけど、いやもう次でゴールできるよ。見ててみんな、ここでちゃんとバネの間を抜けていく。さあここで左に行って、そしてここでゴールすれば大丈夫。やめろいや今回のバレコースもナイスアイディアだね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ファントズワークショップということで、仮面の仕事場ということでしょうか。多分このコースは仮面から逃げながら進むコースだと思うんだけど、そこで僕思ったんだよね、僕何かに追われるの好きなんじゃないかなと。まあまあそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.11%。 まあそうだとしたらとんでもないド M 要素を持ってるなと思ってるわけなんですけど、でも勘違いしないでね、僕はド S だから。みんなそこだけ覚えといて。これは息アップとコインか。じゃあこっから開始っていう感じなんじゃない。一応鍵取ってるから、これで仮面が追いかけてくるとは思うんだけど、え全然余裕。この仮面の速度が13倍ぐらいにならなきゃ僕を捕まえられないね、きっと。そしてここはクリーボー踏んで踏んでピー、そしてカキボーも踏んで踏んで。大丈夫大丈夫、ちょっと油断しただけさ。ここはしっかりと落ち着いていけば、あの仮面をかわせてこのピードアに入れないさ。いやいいとこいるよな、あの仮面。ちょうどいいところに来るように設計してんだろうね。もう邪魔なんだよさっきから。もういいよこの下りは、そろそろちゃんとしないと下手くそだっていうことがバレてしまう。次こそしっかりとこの仮面を避けてこのピードアに入っていく。さあ次は、なんかちょっと難しそうだな、ここも。いや全然余裕だったね。いやでもここ狭いね。いや全然余裕だった。さあ鍵ドアに入っていって、これで仮面が襲ってこないよね。じゃあ中間ポイントなんかな。ヘムってなんだろう。いやちょっと意味わかんない、ごめんね。フェムっていう意味後で調べときたいと思いません。さあこれは一キャップか。いや普通のキノコだったらね結構ありがたかったんだけど、いやここで鍵手に入れてあの仮面から避けながら、いやこれちょっと足場狭いから難しくない。これ右行けんのかな。いやどうなんだろう。あれ仮面どっか行ったよ。いやまた戻ってきた。僕になってニヤニヤしてんじゃねー。これさ、コロンの右側どうなってるんだろうね。ちょっと行ってみる。うわ足場なさそうだね。じゃあこっち側で避け続けるのが基地だよ。カロンの上ってさ、ピョンピョン跳ねるから不安定でちょっと避けづらいんだよね。あちょっと来るなって、頼むってそんなにキスを求めてくるなって。いい子だ、もう誰も来るなよ。いやー待ってよ、危ないね。いいよ、やった。いやちょうどゴールがあってよかった。めちゃめちゃ焦るこのコース、でもすごく楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。